ている新型コロナウイルス、これに関連するデマやフェイクニュースが徐々に出始めてきています。それについてどういう法的な問題になるのか、デマとかフェイクニュース拡散した人がどんな犯罪になるのかというところを中学生の皆さんに分かるように説明していきたいと思います。本当に危ないので気をつけてくださいね。その結果、熊本市に対する問い合わせ、動物園に対する問い合わせなどがめちゃくちゃあったりとか、クレームとかがあったりして、かなり業務を圧迫したとか迷惑がかかったということ。デマとかフェイクニュースが犯罪になるかっていうところなんですけれども、これなるので本当に気をつけてください。うかつにこうポチッとリツイートしただけとか、あとはその良かれと思った拡散行為でこういうことに巻き込まれますので、これ見てる中学生の方々がこういったことをやった場合には親も訴えられますからね。その分損害は大きく見られます。慰謝料の額も上がる一つの理由になるでしょう。皆さんこんにちは。世の中をリーガルチェック、弁護士の高橋です。今日は今もう日本中で猛威を振るい始めている新型コロナウイルス、これに関連するデマやフェイクニュースが徐々に出始めてきています。それについてどういう法的な問題になるのか、デマとかフェイクニュース拡散した人がどんな犯罪になるのかというところを中学生の皆さんに分かるように説明していきたいと思います。これ本当に危ないので気をつけてくださいね。まず現状についての説明です。この新型コロナウイルスというのが、まあ、中国を中心にというかスタートに世界中に蔓延し始めています。そして政府は今日1月28日になりますけれども、指定感染症に指定をしました。これはまあ感染症法っていう法律に基づくまあ指定の方法になります。で、この指定感染症に指定されることによって、その新型コロナウイルスに感染した人はまあ強制的に入院をさせられますと、まあ、なおかつその入院費用は公費負担になったりとか、あとはまあ就業制限、働いちゃダメねとか、あとは新型コロナウイルスに罹患していることが分かった場合にはお医者さん、それは自治体に通報してねみたいな法律になっています。これにまあ具体的に指定されたことによって、今後疑いがある人とか実際に罹患した人が強制入院させられましたよっていうニュースが今後出てくると思います。で、まあ、このような、まあ、大きな感染症が流行ったり、新しい病気が流行ったりとか、あとは、まあ、大きな天災、まあ、地震とか台風とか起きたような場合に、みんなが情報を求めている、なおかつ何が真実の情報なのかわからないっていう時に、まあ、わざとなのか間違ってなのか、まあ、いろいろ含めて出てくるのがこのデマとかフェイクニュースになります。昨日ヤフーのトップにも出ましたけれども、こんなフェイクニュースがまあ蔓延しているということでニュースになってました。あとバナナを食べると感染するとか、イチゴ食べると予防になる、北京市内が封鎖された、まあ、一見、まあ、そんなバナナって話なんですけれども、バナナを売る側とか日本に輸入している業者さんとかにとってはこれって結構致命的なデマになりかねないんですね。バナナを食べると感染するなんて言われたら、まあ、そんなことあるわけないでしょうと思っていても、でもまああえて別に今買わなくていいか、この中国から輸入してるやつバナナとかって話になっちゃうと、結局もう売り上げが下がってしまうことになって、まさに風評被害が生じます。ですので、もうそんなバナナ的なデマでもあっても危ないですからねと。それを拡散したことによっていろんな余波が生じるということは皆さんにも、まあ、当然知っておいていただきたいなと思います。で、まあ、このデマとかフェイクニュースが犯罪になるかっていうところなんですけれども、これなるので本当に気をつけてください。皆さんの記憶にも新しいかもしれませんけど、こういうツイートが前なされてかなり社会問題になりました。熊本で、まあ、大きな地震があった時かな、熊本市の動植物園からライオンが逃げたというようなツイートがなされて、まあ、かなりも熊本の人たちがまあびっくりしたと。で、その結果、熊本市に対する問い合わせ、動物園に対する問い合わせなどがめちゃくちゃあったりとか、クレームとかがあったりして、かなり業務を圧迫したとか迷惑がかかったということ、こんなニュースがありました。これは結局日本の画像ではなくて海外の映画か何かの画像なので完全にデマです。意図的なフェイクニュースです。しかし、まあ、これを多くの方が
まあ、リツイートしたりとか拡散してしまったんですね。その結果も大きな損害を生んでるということになりますので、まあ、こういうデマとかフェイクっていうのが社会に及ぼす影響というのはめちゃくちゃでかい。他にも、まあ、去年一昨年であった、まあ、この2つを例として挙げさせていただきたいと思いますけれども、東名煽り運転、まあ、煽り運転の事件がまだ続いて、やはり煽り運転をやるような人、それに加担した人を、まあ、社会的に吊るし上げるブームみたくなった。結果何が起きたかっていうと、まあ、石橋被告人、東名煽り運転の石橋被告人が勤務してるんじゃないかっていうことで、石橋という名前のついた九州の建設会社の方に、まあ、そこの会社に勤めてるんじゃないかということで、めちゃくちゃクレームが来て、2日間ぐらい、まあ、業務が停止したということがありました。実際この会社は石橋被告人とは何の関係もない会社なので、めちゃくちゃデマ、フェイクニュースなんですけれども、多くの方がそれを信じて、でこう吊るし上げ、まあネット上の特定犯みたいな人たちが、まあそこの会社だって言って、もう吊るし上げをして拡散してしまった結果、まあ、とんでもない損害を被ったということがありました。で同じような流れで、まあ、去年の、まあ、茨城の守谷の煽り運転、この事件は運転手の人を、まあ、暴行振るったということで逮捕になってますけども、一つこうセンセーショナルだったのが、まあ、助手席に座っていた女性の人が、まあ、ガラケーで、まあ、サングラスしながらもうその様子を動画撮ってるっていうところが、まあ、一つ注目されて、まあ、ガラケー女という形で、まあ、ネットでかなり拡散しましたと。で実際その人は逮捕されてるんですけれども、その逮捕された本人じゃない別な女性社長がこのガラケー女じゃないかということで、ネット上で、まあ、拡散されたりとか、その人の個人情報、全然関係ない女性社長の情報が拡散したりとか、 SNS が荒らされるってことがありました。まあ、こういう本当全然うち関係、私関係ありませんけどっていう人のところに、まあ、このデマとかフェイクニュースの嵐がドーンと落ちてくるということになってしまって、しかも、まあ、わざと拡散してる人もいれば、全然こう知らずに善意でというか、もう世にこういった情報は広めるべきだっていう個人的な正義感で拡散してる人もいます。でそういう人が、まあ、出た結果、まあ、大迷惑を被ってしまったということがありました。でこういった行為というのは犯罪になります。でまずどんな犯罪になるのかっていうところですが、一つ目の犯罪がこの信用毀損罪とか偽計業務妨害罪になります。これは刑法の233条の条文にありまして、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万以下の罰金に処するということになっています。で虚偽の風説を流布しっていうのは、結局まあデマ流してってことですね。でまたは偽計を用いてというのは、陰湿な何らかの情報拡散などをして人の信用を毀損し、ここでいう信用っていうのは、まあ、お金の金回りの問題とか、そういう経済的な信頼に関するものとか、その人が扱っている商品などに関する品質、そういった社会的な評価を毀損すること、そう評価を下げることですね。そういったことがこの犯罪に当たります。で、まあ、どういった場合がこの信用毀損になるのかってところですけども、まあ、先ほどのまあバナナでコロナウイルス拡散するって話になっちゃうと、当然のことながら、まあバナナを輸入している業者さんとかはめちゃくちゃ迷惑を被りますよねと。まあ、ネットで調べたら、日本バナナ輸入組合っていう、まあドンピシャの団体がありました。こういったところからすると、もう輸入しているバナナの品質そのものが悪いかのような風評がデマで流されてしまうわけですから、場合によってまあ信用毀損になったりとか、その結果、結局バナナどうなってんですか、大丈夫ですかっていう電話とかメールとかがバンバン来るようになると、まあ業務が妨害されますよねということになるので、そういう、こうバナナに関するデマを流したりすると、まあ信用毀損とか偽計業務妨害罪になる可能性があります。あと、まあ大阪コロナホテル、この大阪コロナホテルの方はなんかツイートしてましたけどね、うち関係ありませんと。ただまあ結局その大阪コロナホテルは、でコロナウイルスが出たらしいぞみたいなデマが拡散してしまうと、そういった問い合わせとか、あとは実際キャンセルが出たりとかっていう結果が生じてしまいかねないので、そういう意味ではまあ信用毀損、まあホテルの質の問題に影響してきたりとか、あとはその風評を消すための
業務が増えると。もうその分の人件費割いたりとか対応しなきゃならないっていうことで、業務が妨害されますので、イケア業務妨害であるってことになりますと。で、さっきのライオンの話ですけど、まあ、熊本市動植物園に対しては、もうめちゃくちゃ市とか動物園とかが対応に追われました。そういう結果、まあそのなった結果、このフェイクニュースを意図的に流した人がどうなったかっていうと、この20歳だったかなの会社員の人はもう逮捕になってます。やっぱりまあこれは確かこういうネットでのデマでの逮捕例は多分初めてだったんじゃないかと思いますけれども、今後このネットのデマに対する警察の取り締まりとかはどんどん強くなっていくと思います。特にこれ1件目逮捕が出ちゃってる以上、もう2件目3件目で逮捕するのは比較的容易になっていくと思いますので、そんなつもりじゃなかったのには通じない可能性が非常に高いです。わざとやってるなら当然。そんなつもりじゃなかったにしても、うすうす気づいてるでしょとか、まあ、確たるこの、エビデンス、まあ、ない中で、こういう情報拡散してるってなっちゃうと、まあ、密室のコインがあるよねっていうことで、こういった犯罪に問われていく可能性はあるかなと思います。で、もう一つの犯罪の成立が、こちらです。まあ、皆さんもわかると思いますけど、名誉毀損罪ですね。やっぱりもうデマ流した結果、その人について、その人の名誉、外部的な評価は当然下がるわけですから、名誉毀損罪にもなってきます。で、名誉毀損罪の刑法の230条にはその、まあ、230条の2っていうのがあって、特例として、公共の利害に関するような事実を、公益を図る目的で、まあ、拡散したような場合には、まあ、それが真実であるような場合には処罰しませんという条文がありますと。まあそもそもデマとかフェイクニュースですから真実じゃないことになりますし、まあ知らなかったんだよっていう弁解がしたとしても、いや、うすうす気づいたでしょって話になってくると、やっぱりこの特例は認められない可能性が高いです。まあそもそもこうツイッターとかで拡散するってことが、まあ公益目的あるのかっていう、そもそもの問題も出てきますので、やっぱりまあ名誉毀損でこの公共の利害に関する特例っていうんですけど、この特例で処罰されないケースっていうのはまあなかなかないかなと思います。ですので、まあ、デマとかフェイクニュースの類は、まあ、名誉毀損罪にはなっていくでしょうねと思いますね。で、まず先ほどの、まあ、透明煽り運転の、まあ、石橋という名前のついた、まあ、建設会社は何をしたかって言ったら、まあ、当然大迷惑を被ってるわけですから、そういうツイートをした人とか拡散した人、あと、まあ、まとめサイト作ったりとか、まあ、ブログとかでまとめて書いたりようなした人のことを刑事告訴しました。その結果、まあその送検されて、具体的に検察官、まあ全員不起訴にはなっていますけれども、まあそういう捜査に乗ってますと。さらには、今は、この透明煽り運転のこの被害、まあその名誉毀損の被害に遭った建設会社の方が、その拡散をした人を民事の裁判で訴えてますと。個人に対する慰謝料だけではなくても、会社に関しては、まあ2日仕事ができなくなったってことなので、まあその休業損害、2日分の営業損害の問題とか、あとはその対応に追われた人件費とかがもろもろかかりますということで賠償請求をしています。まあ、この請求が確か800万ぐらいだったと思いますけど、まあ、これだけの請求を、例えば刑事訴追される可能性があるっていう事態に巻き込まれるだけでめちゃくちゃストレスになりますし、弁護士をつけなきゃならなくなるかもしれない。お金がかかりますと。さらに、この名誉毀損の裁判についても、当然、11人中、確か、示談ができている人以外の8人が、裁判、訴えられてたと思いますので、その8人の人たちは、弁護士をつけて、裁判の対応しなければなりません。まあ、完全に、まあ、勝ったとしても、数十万円の弁護士をかかりますから、まあ、マイナスですよね。うかつに、こう、ポチッとリツイートしただけとか、あとは、その、良かれと思った拡散行為で、こういうことに巻き込まれますので、ネットでの拡散行為は、相当慎重にならなければなりません。これ見てる中学生の方々がこういったことやった場合には親も訴えられますからね。そういう意味で慎重に拡散はしなければならないと心に肝に銘じてください。で、同じような、もう茨城の煽り運転の時のガラケー女とされた女性社長の方も、まあ、記者会見をしたりとかして、今多分名誉毀損罪での告訴をした上で、まあ、民事の賠償の手続きに入っているはずです。そういった形で、もうともかくもうデマのとかフェイクニュース流しちゃうと、もう逮捕されるかもしれない。それでなおかつ訴追されて前科がつくかもしれない。
さらに民事で裁判で何百万請求されるかもしれない。それで対応しなきゃならないから弁護士を払わなきゃならないし、そういったことがまた逆に拡散されていってしまって、まあ、特定されていくっていうリスクを負っていくことになります。ですので、こういうそもそもの記事を作った人だけじゃなくて、それを拡散した人もしっかりと責任を負わされるんだということについては、もうこの動画を機に肝に銘じていただきたいと思います。そういう拡散しちゃったんですけどっていう相談僕も受けたことありますから、本当に危ないですよっていうコメントをやっぱり弁護士としてはすることになります。で、どういう責任を負うのかって話ですが、名誉を毀損することとか、偽計業務妨害、業務を妨害することって、一人がつぶやいただけじゃなくて、それを拡散することによって、その被害がもう甚大になっていきます。ですので、ツイートした人、情報を発信した人だけじゃなくて、それを拡散した人、それは間違いなく共犯者の扱いになりますので、リツイートするっていうことは、その最初にもうデマを作った人と同じ処分を受ける可能性があるということは知っておいていただきたいと。あと、これはスマイリー菊池さんが言ってた言葉ですけども、リツイートをするっていうことは、ツイートをした人の連帯保証人になるようなものです。まあ、刑事裁判の場合は連帯保証人って言わないですけども、刑事裁判の場合はまさに共犯者ですし、民事の賠償、要は最初にそのデマを流した人は、慰謝料とか、さっきの会社の休業損害とかの賠償を負う必要がありますと。で、その債務の連帯保証人になるんですからね、と。そういう認識でリツイートをしなければならない。そして、デジタルタトゥーの問題。一回こういうツイートとかリツイートをしてしまうと、それは一生完全には消えません。ですので、被害に遭った方々のそういったもうデマについてはずっと残っていってしまいますので、その分損害は大きく見られます。慰謝料の額も上がる一つの理由になるでしょう、このデジタルタトゥーが。で、逆に安易なリツイートや拡散をしてしまったら、後で削除しても、どっかにはインターネット上残ってしまいますから、ああ、こいつはデマを拡散したやつだというレッテルをずっと貼り続けられることになります。そういうことにもなりかねないので、こういった大きな責任がリツイートなど、もしくはそのまとめサイトを作ったりとか、っていう作業をした人にも責任として発生するということも知っておいてください。で、やっぱりまあ携帯電話とか、まあパソコンとかで、まあツイッターとかやってるってみんな匿名じゃないですか。だから匿名だからみんなこう気が大きくなって好き勝手書いてるんですよ、実際。これも自分の名前でやってたら多分書いてないようなことも匿名だからとか、まあ裏垢だからってことでバレないでしょと思って、うかつに書いてるとか好き勝手書いてますけども、バレますから。僕ら弁護士が入って、そのツイートの、そこに書いてるようなアドレスとか、個人のアカウントに関する発信した情報開示をすれば、住所とか名前とかアドレス、これにはたどり着きます。あと、昨年の裁判所での判断なんですけれども、電話番号そのものではない、開示には対象になりませんけれども、SMS、ショートメッセージサービスのアドレスを開示しろってなってしまうと、通常携帯電話の SMS は、この電話番号がアドレスになってますから、事実上 SMS のアドレスが開示されるということによって、実際電話番号が明らかになってしまうという結果を生むと。これは結局法律の解釈によっても導き出されて判決が出ていますので、これも明らかになってしまうリスクが出てきます。つまり、匿名だからバレないだろうなんてめちゃくちゃ安易な考えで、今どんどんこうやってこう、うかつにツイートした人とか、そういう誹謗中傷した人が法的に裁かれてって言ってます。未成年者であっても、あなた自身も責任を負いますし、親御さんが責任を負うことにはなりかねません。本当にこれは注意してください。バレますから。ということで、以前も動画などで何回も言ってますけれども、リツイートするときとか、自分で拡散するようなとき、出どころのわからないもの、それが本当にファクトなのかどうかわからないものについての情報拡散はしません。しないようにしましょう。しませんっておかしいですね。出どころのわからない情報拡散はストップ。そして、今日、似合いですけれども、和樹さんが自分、ご自身の SNS でも拡散しました。マスクをするだけで
コロナウイルスの拡散も自分での感染も防げる可能性が劇的に上がりますから、マスクしてみんな出かけましょう。チャンネル登録もよろしくね。こちらの拡散はよろしくお願いします。